それとですね、胸の模様は、唐津市のシンボルマークになっています。あ、恥ずかしい、恥ずかしい。でもちょっと見せてくれるかな。意外と大胆に見せてくれましたね。はい、見えました。カラワン君、ちょっと待って待って、もう一回開けて、そうこうかな、はい、これでちょっと見えるかな。はい、そうです、唐津市のシンボルマークです。 ありがとう。はい、シンボルマークはしっかり見えましたね。はい、では続きまして、ゆっつら君のご紹介です。ゆっつら君は日本三大美肌の湯と知られている嬉野温泉の湯気と桶がモチーフとなっています。ゆつら君、後ろを向いてもらっていいですか。はい、はい、後ろ向いてもらいましょう。はい、背中には嬉野市の特産嬉野茶のお茶の羽が入った妖精さんなんです。